シーズンイベント開催。シーズンイベント真夏のサマーライブフェス。イベント報酬プロデュースアイドル君とセミブルー有村麻央。開催期間7月1日緊急59まで予定。麻央、こっちこっち。可愛い水着いっぱいあるよ。こんなに種類があるんだね。これなんてどうかな。ヒラヒラのフリルがついてるの。これは僕が着るにはちょっと可愛すぎる気がするよ。そうかな。じゃあこっちはどう？赤か。少し派手すぎると思う。派手なくらいでちょうどいいよ。ステージ衣装なんだから。それはそうだけど、ちょっと大人っぽい感じだと黒のビキニタイプとかどうかな。いや、こういうのはリナミみたいにスタイルが良くないと。ってこれほとんど紐じゃないか。ダメ、絶対ダメ。やっぱりダメか。この展開、水着、紐。真央の水着にグラビアじゃんってキレてる人、ギャルゲに何を求めてるねんという気持ちになる。これがマイクロビキニなら話は別だが、って思ってたら黒の紐ビキニの話しとるやないかい。リナミが真央に紐を提案してる、だと。この紐をおすすめしたのがリナミという事実。コミュ読んでたら何よこの水着ほとんど紐じゃないがあって受けてしまった。アイマスにおいてこんなの紐よって発言を公式でやったのは真央先輩が初めてではない。みなせいおりさんがやっている。真央、紐ビキニを着なさい。有村真央マイクロビキニ部。有村真央に紐みたいな水着を勧める姫崎里奈美は公式。まひろし先輩に紐ビキニを勧める里奈美お姉ちゃん、これははみ出してる。このシチュエチチナファンアートで見たことある。紐ビキニマオパイハヤレ。もうマイクロビキニ着せるしかなくなっちゃったよ。ほぼ紐水着マオイラスト待ってる。マオの紐隠しか。あかん、マオパイセンの夢女子たちが発狂してしまう。ほとんど紐の黒ビキニはリナミ、お前が試しに着てみなさい。ほとんど紐じゃないか、の水着を真央に勧めるってことはリナミお姉ちゃんはそういうことなんですよね。リナミは真央に勧めた黒紐ビキニをしれっと買ってピーに見せる気満々だよ。あれはそういう女だよ。有村いいのかそんなこと言って。紐みたいな水着だろうとリナミはプロデューサー君に見せるために着るぞ。ゲトウ君、それはありだ。こんな公式発言しちゃったら夏の薄い本が熱くなる。真央、そんなこと言うから薄い本でほとんど紐の水着を着せられちゃうんだぞ未来予知。ほとんど紐の真央さん実装マーダですかね。有村真央、白マイクロビキニ着て。真央先輩白ビキニ解釈エッチすぎて爆散。エッチなのはダメ、死刑。画像だけならまださん、アジセンヤの U字か組紐矢の優化で迷ってる可能性あるし大丈夫大丈夫。果たして作家の人たち今から夏コミにこのネタ間に合うんかな。まあ冬にアイスがオツなように冬コミでビキニもオツだから。あまりに俺たちの妄想に都合が良すぎるだろがよ。真央とリナミがほとんど紐の水着を着てお仕事に行く本はまだですか。え、早すぎるって。そうだね、ほとんど紐の水着を着てる真央を早く書いてください。妹が死にそうなんです、お願いです。有村真央さんの水着選びに絶対却下されるであろう際どい紐の黒ビキニを持ってきて。やっぱりダメか、しょぼーんってしてる姫崎里奈美さん、年相応の茶目っ気で狂う。里奈美の水着やばかったな、うおでっか。スタイルいくてかっこいい女性じゃないとこんなほぼ紐の水着着こなせないよな、みたいなこと言って一度籠絡されそうになる。も正気に戻って怒る有村真央が見たい。でも P が本当の紐みたいな水着を用意してもあなたになら似合いそうですねって言ったら来ちゃうんでしょ。ぜひ来ましょう。これもトップアイドルを目指すためです。紐の何がダメなんだキロマオ。じゃ、俺の前だけで紐みたいな水着を着てよマオ。怒涛の P に騙されるマオパイやめろ。こっそり紐水着を買っている有村マオさんでよろしくお願いします。ほとんど紐の水着を拒絶する有村マオ vs ジャケシャでほぼ紐の水着を着る矢沢ニコ。マオパイが紐みたいな水着着させられたりナンパされる後輩を止めに行ったり水着写真を拡散されたりしてる。有村マオの肩紐を指で押して強力感じるね。
って耳元で囁きたい。水着魔王先輩の水着紐にちゃんと隙間作ってるのは分かってる人が書いてることで有名でしてね。水着魔王さん、前の SSR 魔王さん同様隙間の美学みたいなものを感じるわね。水着の紐とかパーカーのダブ付きとか。魔王先輩の水着の肩紐の緩さにグラ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 。普段の制服と水着姿のギャップがありすぎてドキドキしっぱなしだよ魔王くん。恥ずかしいって言いながらビキニ選ぶの意味わかんないくらい愛おしいライブ用衣装だもんね。かわいいよ好き。魔王先輩の水着、レイヤードビキニなんですよ。お胸の大きな魔王先輩だから激しく踊っても絶対にポロリさせないという強いプロ意識を感じる。ホワイトのビキニだけフロントリボンあるから一着で二度嬉しいね。S3ミントグリーンのビキニの魔王先輩もよろしくね。イベ報酬の日も水着目指して頑張ります。学園アイドルマスター大好評配信中です。ご視聴ありがとうございました。